トルコ国鉄、トルコ国鉄、トルコ国鉄 TCDD はトルコの公共鉄道システムを運営する国営鉄道である。1927年に創立され、オスマン帝国崩壊後トルコ共和国内に残された市営の会社により運営されいた鉄道の運行を引き継いだ。総延長1 9 9 1を超える鉄道路線を運営し、 インターレールパスの一員となっている。国内外の発着を含め、トルコ国鉄は、トルコ全体の鉄道運営者として、すべての旅客、貨物、郊外鉄道を運営する。以前は、トラキアとアナトリア、2つの鉄道網は、イスタンブールのボスポラス鉄道フリーを利用してのみ、接続されていたが、マルマライ、ボスポラス海峡の海底鉄道トンネルの、 開通により地下鉄での接続が可能になった。トルコにはイスタンブールに2つ、アンカラに1つ、イズミルに1つ、K4 系統のトルコ国鉄が運営するコミューターサービスが存在する。すべての系統で E8000 系電車、または E14000 系電車、あるいはその両方が使用されている。最短15分間隔で運行されているが、 各都市の他の都市鉄道システムとはそれほどよく連携しているわけでない。トルコの鉄道の歴史は1856年に遡る。トルコにおける最初の鉄道線はイギリスの会社に任せられた 130km のイズミル・アイドゥン線であった。この区間が選ばれたのは偶然ではなく、イズミル・アイドゥン間の路線に商業上の高い潜在性が認められたためである。 また別の理由としてはイギリスの産業に必要な原材料がこの地域にあことが挙げられるこの地域は中東をコントロールするために地政学上重要だったこともありイギリスが最初に鉄道敷設の免許を受けたのに続いてフランスとドイツがその影響力が行使されるそれぞれ異なった場所で鉄道の建設を始めたこれらの国々は自国の産業のために必要な オスマン帝国から購入した物資をできるだけ早く港へ運ぼとした。鉄道はこの目的にとってできるだけ効率的になるように建設され、戦略的に、例えば鉱山の約2 0トル以内に建設された。そのため、トルコにおける鉄道はそれら外国の政策に従って付設された。1856年から1922年にかけて以下の路線が、 オスマン帝国の領内で建設された、京急9 1 9メートルトルコで共和国の建国宣言後、国内には外国の会社により建設された鉄道路線の4 0 0 0トルだけが残された。より具体的に言うと、新生トルコ共和国がオスマン帝国から継承したのは、 外国の会社が所有していた 2282km の標準規線と 70km の狂気線、そしてオスマン帝国自らが所有し運営していた 1378km の標準規線であった。共和国成立前、鉄道路線は外国の会社の利益のために建設が宣言されていたが、共和国の成立後は自国のための鉄道路線が建設された。これは、 鉄や石炭などを基礎とした1932年から1936年までの間に公表された工業化計画に明確に見ることができる。これらの鉱石などを輸送する最も安価で最も効率的な方法が鉄道建設であった。この間交通に関する財政上の資産は鉄道に向けられた。期間が短かったため鉄道建設はハイスピードで続けられた。 第二次世界大戦の間は建設のスピードが低下した。1923年から1950年までの間に 3578km が建設されたが、そのうちの 3208km は1940年以前に完成した。そうした頃に鉄道は国民経済計画に組み込まれた。鉄道建設の目的は以下のように表明されている。 これらの目的を達成するため、鉄道政策は2段階に集約された。1935年から1945年の間に、それらの鉄道が結ばれ、それらが結合されたことにより、環状部分が形成され、例えばアンカラ・ディアル・バクル間の距離は 1324km から 1116km へ短縮された。オスマン帝国より残された道路網は、 全長1 3 8 8 5トルの荒廃した道路と全長4 4 5 0トルのそうでない道路、計1 8 3 3 5トルの道路と94の橋であった。1950年まで道路網は鉄道網を助けるものとして見られていた。しかし、マーシャルプランにより鉄道網を強化する代わりに自動車道が広げられた。 1960年以降でさえ、鉄道の延伸を目的とする対象は存在したものの、財政上の資産のほとんどは道路に振り向けられた。これらの政策のため、1950年から1980年までの間、鉄道は年平均で 30km しか建設されなかった。1980年代半ば、トルコにおけるモータリゼーションは、 アウトバーンの建設で始まった。アウトバーンプロジェクトは南東アナトリアプロジェクトと観光事業プロジェクトの次の第3の巨大ロジェクトであった。これらのプロジェクトのために1990年代半ばまでに約2 0億アメリカドルが投資された。この間鉄道への投資はなされず何の計画も開始されなかった。ほとんどの鉄道、 それらのほとんどは建設後50年以上経過していたが、どうにもならないかのような不運が残されていた。トルコでは物資の94%は道路で運ばれ、鉄道では4%しか運ばれていない。物資輸送の鉄道シェアは50年間で60%減少した。トルコは伝統的な 25KV、50Hz の交流電化を選択した。 トルコ国内で最初に電化されたのは、1955年12月4日で、イスタンブールのヨーロッパ側の郊外路線のシルケジ、ソークスカンであった。同時に E8000 軽電車の使用が開始された。イスタンブールのアジアン側の郊外路線では、1969年にハイダルパシャ・ゲブゼカンが電化された。アンカラの郊外路線では1972年にスウィンジャンカンが電化された。 1977年2月6日には、デブゼ・アダパザル間が、伏線電化され、電力で走る編成が幹線で運行されるようになった。1989年にはさらに、アダパザルの付近のアリフィエとエスキセヒールの間が、1993年には、シンジャンまで電化され、イスタンブール・アンカラ間で、電化区間がつながった。 1994年にはイスタンブールからエディルネカプクレ、ブルガリア国境間のヨーロッパ線も電化された。同年、中部のディブリーイカンが他の電化ネットワークとは孤立した形で電化された。2006年にはイズミルの郊外路線も電化された。マルマライはボスポラス海峡の下でイスタンブールのヨーロッパ側とアジア側を鉄道路線で接続する地下、トンネルシステムである。 2004年5月24日に着工したが、工事現場から異物が多く出土し完成予定は、伸び伸びになっていた。2013年8月4日、試験運転が行われ、トルコ共和国宣言記念日の同年10月29日に開業した。開業すると、中東とアジアの鉄道網が、ヨーロッパの鉄道網に接続される。さらに、市内交通における重要な役割も持ち、 多くの人々が住んでいるイスタンブール都市圏の東西の鉄道路線を形成する子になっている。公共交通における鉄道利用が3.6%から27.7%に上昇することにより公共交通問題を軽減させることが見込まれている。そのように上昇すれば公共輸送機関の利用に関してイスタンブールは東京ニューヨークに次いで世界第3位になるとされている。 トルコ国鉄の遠隔について以下に記載する。エスキシセヒール経由で、アンカラとイスタンブールを結ぶトルコ最小の高速鉄道である。イスタンブールからアンカラへは、約3時間、最高速度時速 250km で到着する。この区間用の車両は、スペインのシーフに発注している。この新線は、ポラトルで、アンカライスタンブール高速線と接続し、 アンカラ今夜間を70分に短縮する予定であるアンカライスタンブール高速線と同種の車両が使用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。